NBSN の合図ニオブスズはニオブとスズの金属間化合物で工業的には第二種超電導体として超電導線に使用されている。ニオブとスズは様々な割合で化合物を作るが超電導を示すのは NB3SN である。ニオブチ単合金よりも高価で加工性も悪いが臨界事情は30テスラと高く、 約15テスラに止まるニオブチ単合金よりも強力な超電導磁石を作ることができる。ニオブスズが超電導を示すことは1954年に発見された。1961年に臨海電流密度と臨海磁場のいずれも極めて高いことが見出され、超電導の大規模応用の道が開かれた。定員温度は18.3ケルビンだが、 通常は液体ヘリウムの沸点である4 2ケルビンで運用される。2008年4月には動作温度4 2ケルビンで発生事情12テスラの時電流密度2643アンペアごと平方ミリメートルを達成したとされる。NB3SN の単位格子にオブスズは機械的には非常に脆く電線として巻き取ることが難しい。これを克服して コイルを巻き、超電導磁石を作るため、まず円征のある線具体を作り、コイルに巻いてから、熱処理をして、ニオブスズを生成する手法が取られる。ニオブとスお及び銅を別々に合金にする方法と、銅とスズの合金である青銅の母材にニオブを含ませる方法がある。どちらの方法でも、所定の小道に延伸した後、コイル、または電線として巻き取られる。その後、 熱処理を行って、ニオブとスズを反応させて、ニオブスズを生成させる。このほか初毛の形状に成形したチューブに粉体を充填して、熱処理を行う方法も用いられる。一部には、熱処理後に電線として巻き取ることができるものもある。近年の強力な NMR 装置では、工事場部分にニオブスズが用いられている。ニオブスズは、 初の A3 バイト型超電導体であるバナジウムケイ発見の翌年、1954年に超電導体であることが発見された。1961年には大電流、強磁場の条件においても超電導状態を維持することが見出され、強力な電磁石や電力設備を実現し得る実用材料として最初のものとなった。 建設中の ITER 核融合炉で用いられているの NB3SN 超電導線。国際協力で建設されている核融合実証炉 ITER では、中心ソレノイドとトロイダル磁場コイルにニオブスズ成長電導磁石を用いている。中心ソレノイドは13.8テスラ、トロイダル磁場コイルは最大11.8テスラの磁場を発生させる。 使用される超電導体の重量は、ニオブスズが600トン、ニオブチタン合金が250トンと見積もられている。セルーンが運用する大型ハドロン衝突型加速機では、2018年後半から2020年初頭に、かけて粒子線収束用のニオブスズ制御へ、極磁石が要所に設置されている。 もともと1986年から LHC では冷媒に超流動ヘリウムが必要になるニオブチタ単合金の代わりにニオブスズを用いることが検討されていた。しかし、この案は当時計画されていた米国主導の超電動超大型加速器との間で材料調達が競合し計画が遅延することを避けるために最終的には採用されなかった。ありがとうございます。